では茨城営業所をぐるっと回りまして、選手区の方に帰ります。この茨城営業所をぐるっと一周させていただきます。この茨城営業所なんですけども、主に茨城市、水戸市、吹田市の方を、路線として運行しております。こちら阪急バスの中で一番大きい営業所となっておりまして、一番最大で、140両ほどのバスがこの営業所の中に停車いたします。左手をご覧いただければバスの数の多さがご覧いただけるかなと思います。ではですね、まもなく到着します洗車機なんですけども、こちら1986年およそ28年前に設置されまして、毎日こちら、バスを洗車しているものになります。1回の洗車で約5分ほどですねお時間をいただきまして、使用する水の量は約320リットル、かなりの量の水を使います。当店もご覧いただければなと思います。ではですね、もう洗車機に到着いたしました。ただいまから約5分ほどお楽しみください。Thank you.
ちらが転写機体験以上になります。このようにですね、毎日走っていてついた泥や汚れをこの転写機で落としております。まもなくですね、終点に到着いたしますが、バスが完全に止まるまでそのまま席でお待ちいただくようにお願い申し上げます。またお帰りの際はですね、もう忘れ物がないようにご注意願います。ではもう少々お待ちください。はい、ではありがとうございました。